我敵倒せ、ぶっ潰してやろうぜ。あんな切り方じゃかわいそうだ。おや、意見が合いますね。どんな時でも華やかに麗しく美を追求しなくては。まあいいさ、腕は立ちそうだからね。わしらの難地を荒らしやがって、妖魔ども一匹残らず叩き出してやるわ。その息だよあんた。さあやってやろうじゃないのさ。で、あんたは私らを手伝ってくれるのかい？僕はたくさん切れればいいんだ。敵が多い方につくよ。そうかい。なんだ、誰かあいつらに捕まってるのか？この野郎、暴れるんじゃねえ。なんだい、誰かが捕まってるみたいだよ。はあ、ありがとうございました。我らも南中を取り戻すために戦います。ああダメだよ、切りすぎないで。僕が切ってあげるんだから。新手が来やがった。大王、このままだとまずいぜ。では南は私にお任せいただきましょう。体を張って敵の進軍を防いでみせます。味方捕まってる。妖魔ごときに捕まるとは面目ねえ。こっからおめえ返上させてくれ。これで北の侵入路は封鎖したな。行くぞ、次は南だ。剣を振る刹那にほとばしる怪しい輝き。ああ、なんと艶美な戦いぶりでしょう。綺麗に切れると気持ちがいいよね。切られた方もきっと救われるはずさ。そうです、戦場には常に美がなければ。あの二人の会話どうも噛み合ってない気がするんだけどね。よし、これで南の侵入路は塞いだな。よし、これで敵の増援はなくなった。あとは残りの奴らを潰すだけだ。小次郎、てめえこんなところにいたのかよ。ああ、武蔵、久しぶり。でも今は味方なんだね。切り合えなくて残念だよ。骨ごと噛み砕いてくれよ。力と技、美と豪の共演、実に美しい勝利ですね。我が気迫、妨ぐるものなし。怪しくも美しい戦、お見事でした。あなたには素質があります。私と共に美を極めてみませんか？そうだね、君たちといればたくさん切れそうだ。綺麗な切り方を極めてみるのもいいかな。雪のような美肌ですね。小次郎殿は顔に何かを塗っているのですか？できるだけ綺麗に切りたいんだ。肌が白い方が返り血が入るだろう。なんという美へのこだわり。私もそこまでは思い至りませんでした。チョコ、この前の返り血の話だけどさ、冗談だよ、気にしないでほしいな。あなたの小国では謙遜が美徳とか、美へのこだわりを誇らないのも
また B。 あー、なんかめんどくさい。もういいや。チョコは最後まで美しくありたいんだよね。ならいっそ僕が綺麗に切ってあげようか。私の死に様さえも気にかけてくださるとは、小次郎殿はまさに美の探求者。やっぱり切れない。チョコは全然かわいそうじゃないもの。